角柱の展開図、そして円柱の展開図について勉強しました。今度は中から話を変えて、水、角水とか円水の展開図っていうのを考えていきたいと思います。そしてまずはここ、静止角水、角水の展開図です。底面の一辺が3センチ、側面の二等円三角形の等しい辺がどれも4センチの静止角水の展開図を書きなさいと。 まあこれちょっとこの文だけじゃよくわかりにくいね。今までは見取り図があってそれを展開図にしていったけど今回は文章だけなのでままずはそもそもこの静止角酔がどんな図形かを理解するために見取り図を書いてみたいと思います。で、この静止角酔ってそもそも何やった静止角酔の前のこの静ってどういう意味やったかっていうとこれは底面が 正多角形ってことだよね。ま、つまり正三角形とか正四角形とか正五角形とかそういう話です。で、これは正四角錐って言ってるので四角っていうのは底面の話をしてる。つまり底面がここでさらに言うと正四角形。つまり底面が正方形の角錐になるんやね。なので、まずは底面正方形を先書いてしまいましょう。 おっと、これはちょっと、大きすぎたかな。ま大体でいいんやけど。こんな感じだね。です、これは底面、長さ全部一緒ですよと。3センチ。で、ここも一緒なのです。これで、底面ができました。正方形になっています。そして、今度は、側面の話ね。側面は全部二等辺三角形になってる。側面の二等辺三角形の 等しい辺がどれもだと言っています。ここに、正四角数の場合どういう図形が来るかやねんけど、それぞれの辺を底辺とする二等辺三角形が来るんね。一つ書いてみようか。こういう感じです。こういう二等辺三角形なのね。そして、ここの長さがどれも 4cm になっていますよと。長さは等しいです。なので、ここに、 あともう1枚きますよと。長さは等しいです。さらに裏側にも同じもう一枚が来ますよとそして側面にも来てますこれがこの問題で言われている正四角錐になります底面が正方形そして側面は二等辺三角形になっていますよとそしたらこれを展開図にしていったらどうなるやろ これの展開図ってどうなるかっていうとまずは底面やね底面の正方形が出てくるはずやなそしてさっき言った通りそれぞれの辺に底を底辺とする二等辺三角形が4枚出てくるんやねなのでこうちょっと綺麗に言うと花を開いたような花びらのような形になるはずですちょっと書いてみようかこの展開図ってちょっとじゃないね まずは正方形を書いてあげますこれが一辺センチってねなです長さは一緒ですよとちょっと一緒のマークつけとこうかそしてそれぞれの辺を底辺とする二等辺三角形を書いててあげるとここに二等辺三角形がつきますよと 同じようにして二等辺三角形がつきますよと二等辺三角形がつきますよと全部これ同じ形ねま定規で本当は綺麗に書かなきゃいけなけど二等辺三角形がつきますよとこういう形になってきますで二等辺三角形実際にこう書きなさい作図しなさいって言われた時は二等辺三角形はコンパスを使ったらいいねここの長さつまり四センチ分だけを取って コンパスでここに印をこっちに貼りこっちに針を刺して印をつければ二等辺三角形が取れます全部これは同じ形の二等辺三角形になっていますとこれで展開図の完成ですこういう風に正四角錐の展開図を書きなさいとか言葉だけで言われている時はやっぱりイメージがしにくいよね なので、まずは見取り図で、え難しい場合は、まずは見取り図で、どんな図形かっていうのをしっかり理解して、その後に、この展開図を書いてあげるようにしてください。